はい、どうも皆さん、トライアングルです。あ、そろそろこれあれかな、直哉のやめとこうか。はい、前回ですね、こちら、まあ、見てもらったら分かるように完全体スクナ VS 特級術師全員でやったんですけど、その時にですね、はい、つくもさん、こちらつくもさんがいたと思うんですけど、つくもさんにですね、大きなアップデートが実は入っていたんですよ。はい、こちら今ね、僕つくもさんになってるんですけど、ボンバイエ、まあ、星の怒りと書いてボンバイエなんですけど、このボンバイエ、普通にね、 R ボタンを押す、 R ボタンじゃないわ、Z ボタンを押すと、こんな感じで 30%、そして 60%、100% とあるんですよね。でもう一回押すとオフで 30%、60%、100% オフとあるんですけど、なんとですね、この星の怒り、まあ、Z ボタンで基本的にこうやって切り替えるんですけど、長押しするとすごいことが起こるんです。いきます。はい、さあ、こっから見て、これビビるね、一瞬みんなビビったね。うわー、今これほらこんな感じ。今わかったかな、黒い丸みたいなのが出てきたと思うんですけど、今これあのあれですね、移動スピードがめっちゃ遅くなってる。あー、戻ってきた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 、はい。でクールタイムもすごい長いんですけど、これブラックホールですね。今これね、あのスーパーフラットだからちょっと分かりづらいんだけど、多分山とかで普通のサバイバルのワールドでやると、全てが消し飛びます。ちょっとこれ分かりやすくこうかな、これだったらどうかな、いきます、これで、これで分かりやすいかな。さあ行くぞ、ブラックファール。さあどうだ、こっから見えるか。あ、来た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 。こんな感じで、まあ、真っ暗になると、で、あのパンってそのまあ攻撃を、だからパーセンゲージやばいでしょ、だから火力がとんでもないとは思うんだよね。さすがにあの 100% って書いてあって30何万だっけ、言います、あれ、あのそのまま数字なわけではないと思うんだけど、あれぐらいの火力なわけではないと思うんだけど、ちょっと打ってみようか。じゃあまず試しに、じゃあジョーゴくん、ごめんね、何度も本当に申し訳ないと思っている。まず普通に殴ります。はい、こんな感じ、はい、こんな感じです。まあ約10かな。では星の怒り、ボンバイエを 30% やると、あれこれほら、あれなんかあんまりあれかな、これだと変わらないのか、サバイバルじゃないといけないとかあるか、これ進捗が一応そうだね、一応強い状態ではあるんだけど、これってパンチじゃないといけない、これ、はい、300、そうだね、一発が、はい、40なんでしょ、40何なのを、4、いくよ。これだったらどうだ？はい。あー、やっぱりこっちのが、あれだな。火力分かりやすいね。じゃあ、こっから、ブラックホール、ちょっと撃ってみようか。一回ちょっと、ジョーゴ、ごめんね。ジョーゴこれにして、いきますよ、では。ブラックホールいきます。星の怒り。はい！さ、どうだ？ダメージまず与えられるかな？うわっ！うわー！消し飛んだ。強っ！これ待って。これスクナだったらどうなんの？ちょっと待って。これ試してみよう。じゃあ、スクナ。まず通常スクナですね。通常スクナだと？はい。通常スクナに対して、じゃあ、ボンバイヤー撃ちます。ちょっと今まだクールタイムが。あ、でもクリエイティブだからいけんのか。はい。クリエイティブだからいけるね。いきます。さあさあ、いけ、どうだ、どう、これだったらどう、ダメージ食らってるでしょこれ。あー、でも半分か、なるほど、もう一回やってみようか。はい、さあ、いくぞ。なんだったら殴りながらどう、関係ないか。あー、でもやっぱダメージは強い。一発でどうだ、どれくらい食らう。うわ、700何食らってるよこれ、少な。はあ、強いね。五条先生はこれ無加減は入るのかな。いきます、では星の怒り。まあでも無理か、さすがに領域展開じゃないもんね、領域展開じゃないから。ああ、ダメージ入ってない、ピン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 って音がしてない。あ、でも強いわ。でもまあ、でもあれだよね、クールタイムとかのこと考えると多分呪力はね消費しないと思うのよ。呪力消費しないと思うんだけど、問題はあれだね、クールタイムとか、あと、あ、でもどうなんだろうな、強いか、でも普通に考えて、うん、多分普
通に強い技で、問題はあのつくもさんがブラックホールを打つかだね。基本的にあのガルダとかボンバイヤとかしか使わないから多分使わないと思うんだけど、ちょっと見てみるか。じゃあ、先ほどやられたちょっとジョーゴくん、はい、ジョーゴくんお願いします。じゃあこれで、ブラックホールを打つかどうか。まあちょっとこれ一回やって出てこなかったら、ちょっとスクモさん大量に出して、少な、完全体少な VS スクモさんで、ちょっといっぱいスクモさん出してやってみるのもありかな。もう一体出して、ちょっと、もう一体出すか。ちょっと何体か出した方が多分確率は上がると思うので、こんな感じ。これでどう？これで、まあ重くならず、ならすぎ、この数だったらまあそんな重くならんでしょ。で、あとはブラックホールを、ゴグの番員が来た。ゴグの番員は来る。でもあれなんだよね、どうなんだろう、ブラックホールスポーエッグで打つかまだ謎だね。そのやっぱりそのため攻撃になるわけだから、ため攻撃をスポーエッグがするのかなっていうちょっと疑問はある。うん、なんかそのボンバイはもちろん打つと思うんだけど、それに至るまでの長押し、ブワーって長押ししてさ、わー打ったー、すげー。あー、じゃあ待って、これじゃあ単純なるつくもさん強化だわ、これ。メタンコ強くなった。え、岩盤？あ、これあれか。さっきあれか。え、さっきの、さっきなんだよね。びっくりした。あ、そうだ、そうか、そうか、びっくりした。メタンコ普通にじゃあ強いじゃん。少ない相手に700ダメージ入るようになった。あの、入れれるでしょ。領域展開でもやっぱ、あれなんか領域展開スポイクで打つと思ったんだけど、なんかあんまり打たない。打たないっすね、領域展開。うん、なんかこれ開いてんだけど、これも僕あれ、これ僕か。すごいでしょこれ。これ今さ、スーパーフラットだからちょっと分かりづらいかもしれないんだけど、この広さが要は岩盤まで確か穴が開いてた感じだ。もうここの一帯がなくなります、ブラックホールを打つと。サバイバルやるときは気をつけてください。てか、あと、呪霊側でさ、まあ、呪霊側じゃなくてもいいんだけど、つくもさんに喧嘩を、自分の、その、拠点近くで喧嘩売らない方がいいです。はい。てか、まあ、呪術廻戦のあれか、キャラとは基本的にそうか、拠点近くでやると、もうすべてが、粉砕、玉砕、大喝采される。特に、このブラックホールは、すべてを飲み込むので、恐ろしいことになりますので、皆さん、絶対、つくもさんと、戦わないでください、その近くで。はい。というわけで、今回、ちょっとブラックホールがね、追加されましたので、紹介してみたんですけど、いかがでしたでしょうか。いや、これはちょっと今後楽しみだぞ。もう、つくもさんは本当に、もう、どうだろう。最近、まあでもつくもさんもともと強かったけどね、もともと強かったんだけど、まあ、ガルダも追加されて、でそこからボンバイへこのブラックホール、そして領域展開も、あるということで、もう相当下手したら少なにも勝てるぐらいになってきましたね、つくもさん。通常のイタドリ少な、イタドリ少な相手だったらブラックホールでワンチャンみたいな感じになってくるので、またねそれは戦わせてみたいなと思います。はい、だ当シリーズとかね、また特級呪霊 VS のガシャ動画とか、ガシャ対決とかもね、ちょっとやってみましょう。はい、というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃ、お疲れ様です。バイバイ。